柳生十兵衛は剣の道を極めるため武者修行の旅に出ていた。行く先々で数多なる強者たちと剣を交え、そして切った。十兵衛に挑戦する者は後を絶たなかったが、その非常の剣に太刀打ちできる者はいなかった。そんな旅の途中、十兵衛は未知なる敵 X と遭遇する。何やつ。目に見えぬ強敵に完膚なきまでに打ちのめされ、絶望の淵に突き落とされた十兵衛であった。十兵衛、天井が峰で待っておるぞ。初めて死の恐怖を感じた十兵衛であったが、天下最強の剣士になるためには X と再び剣を交えることこそが己の定めと信じ、天井が峰で待っておるぞの言葉に導かれ、伊賀の天井ヶ峰を目指す十兵衛であった。あの者、果たしてここまでたどり着けると思うか。それがあの男の定めであれば、必ずや参りましょうぞ。お待たせしております。よいしょ。あんなでっかいイノシシをさばいたのは初めてやさかい。しかし
ボタンナビなんて久方ぶりですわ。ああ、いや、先を急ぐゆえ。ああ、いやいや、今自分から峠を越えるのは無茶ってもんですれ。何もありませんが、今日は泊まってってつかさい。この先の御斎峠から天井神に抜ける道があると聞いたが。いや、天井神はとても人の入れるようなところやらへん。わしらでもめったに近づかんところや。おい、こっちお前、動いて大丈夫なんかい。お侍様にお酒を。おい、無茶をすな。お侍様、申し訳ないんですが、ちょっとよろしゅう頼みます。よいしょ。おい、置いとけ置いとけ。もうよいしょ。お前は向こうへ行っとけってほら。していくんですわ。その時のお千代の顔を言ったら、おい、教えたれや、お侍さんに。ほんで、その熊をわしがこう締め立ったんですわ。そしたらその熊、泣いて山帰っとるんですわ。あの時のお前の顔、お侍さんに見したかったな。もうやめてよ。お前もクマに襲われて一目散に逃げよったから。あのクマはここらの主に違いあらへん。なうちよ。ここらだね。かたじけない。すまなかった。クマ、クマ、ああ、落ちようか。お千代、なんで起こさへんかったんや。お侍さんはもう出立なされたんか。あかん、やってもた。ちょっと飲みすぎた。
困るぞ。親方様がわしらの腕を凍ってくれちゃう。じゃが相手が相手や。ジューベイといえば柳生一門、いや今や天下最強と聞く。わしはそのジューベイに会うた。なに、むしろジューベイとな、どこで会うたい。それや、今食うとるその肉じゃ。まさかお前、ジューベイを。ほか、そんなわけないやろ。百貫目は優に超えるイノシシを一刀両断で叩き切ったんじゃ。そんな大イノシシを人たちで。千代が目の前で見た言うとるんじゃ、間違いあらへん。到底わしらの叶う相手やないで。だから誉れと申すのだ。わしとって叶わぬことなど百も承知じゃ。じゃがわしはこのまま百姓暮らしで終わるのはごめんじゃ。武士たちはどうじゃ。何のために今まで辛い修行を積んできた。この日のためじゃないのか。どの道命が下った以上掟に背くことはできん。せや、もし背けば皆殺しにされるのがオチや。で母ちゃん、なんやその格好は。世が世ならわしやってくの一として戦の日々を食っとったはずや。十兵衛ごときわし一人で十分や。わしら三人でもかなわん相手にババアは引っ込んどれ。誰がババアじゃ。わしは先祖代々手裏剣の名手や。なめとったらいかんぞ。このババおかめさん、危ないですやん。母ちゃん、こんな時にふざけとる場合ちゃうで。ふざけとらん。おまんらひよっこは引っ込んどる。なんじゃと。俺かて物心つく前から忍びの修行してきておったんじゃ。小坂藩の言う通り、こんな機会与えられて俺も誉れじゃ。黙れ。わしらは先祖代々草としてこの地に根ざしてきた。ほやけど、今さら一人の男のためになんでお前あんだ命を懸けないかんのや。わしら忍びとして生まれてきた以上はしゃあないことや。生まれた時からの定めや。わしだって同じや。やるときはやるで。お前は黙ってれ。またぞ。お前はどうする。生まれたばっかの赤子をてて梨子にする気なんか。なあ、ちょっとみんな待ってくれ。あの人かて鬼やらへん。なんかええ考えがあるはずや。十兵衛さえ来んけ。
10名。何やつ。まだ切ると申すか。お主に問う。切らんとするは何ぞ。名を名乗らぬか。お主が新影の源流、我が影流にあり。影流。さよ。その源流たる影流の真髄に触れずして奥義には届かぬ。ことのあろう、まさかあの愛水交際とのだとぬか好きではあるまいな。いかにも血肉滅びるも魂は問わない。魂とは生死。この崖だぬ君、これ以上わしを愚弄するならば切り捨てるのみ。おお、今のお主ではわしは切れまい。十分お主が求めたる強さ、惜しくば情けを捨てい。情けは剣を迷わせるのみ。恐れ、悲しみ、怒り、喜び、それらすべて人の情。情あればこそ恐れを抱く。お主もすでに気づいておろう。情けなど、そんなものをわしは持ち合わせておらん。嘘を申せ。ならば、その流れ出るは何ぞ。それこそが証じゃ。黙れ。ざれ言など聞かぬわ。ならば切ってみ。十分。今のお主にわしが切れるか。うん。お主も所詮それまでの器と悟るがよい。待て！水口！水口！
粗辻ながら御無礼つかまつる我ら伊賀の者柳生十兵衛殿とお見受けいたす。これより先我が領内即刻お立ち退きいただきたい。ご無礼を承知で申し上げる次第。何とぞ。聞けぬと申せば。そこを曲げて何とぞ。何とぞ。改めて聞けぬと申せば。ならば好みをかけて阻むまで。するは覚悟。十兵衛殿、我らが束になってかなうな足落ち。しかしこのまま黙って貴殿を通せば我が一族もろとも皆殺しになるは必定。それゆえお願い申し上げる。お改めいただけませぬか。天井が峰に何がおる。それは我らが神、神がおります。その神とやらにわしは会わねばならん。十兵衛殿、何とぞ。何とぞ。十兵衛、何を迷う。早う切れい。行く手を阻む者すべてを切り捨て、己が道極めんがために、それがお主の授かりし定めと心得。これ以上邪魔立てをするならばまこと切らねばならんぞ。もはややむなし。参る。
十兵衛殿、あなたが行くが定めと申されるならば、我らは阻止するが定め。避けられぬか。なりませぬ。ならば是非もなし。ヤキチ、イノキチ、わしもすぐ行く。またぞ、ヌシは生きろ。してこの地に生きる戦とは無縁の暮らし。しかし今あなたと相まみえること、それが忍びとしての誉れでござりましょうや。起きてだけではなかろう。お前たちをこうまで突き動かすものは何だ。この命に変えても守らねばならぬ者のために。守らねばならぬ者。参る。Ah!
吉！10秒よくぞ切った。あやつらを切ってお主も己を取り戻した。なんとわしを試しておったのか。あの者たちを捨て駒にして、何故に。それはお主が選ばれし者かどうかを見極めるため。選ばれし者。さよう、未知なる命。そう、神と交えるか否か。貴様は一体。お主が追い求めたる者。いやも。何？よいか十分。情けなど愚か者のたわごとよ。非常なれ、常に非常なりて剣を持て。そして我が元へ参る。断る。何？わしは悟った。もう己を偽らぬ。わしの元に倒れたすべての者の御霊、我が血肉となりて、その者たちの思い、しかと背負うて生きねばならぬこと、それこそが誠の強さ。人の定めをもてあそび、翻弄したる罪極めておるし、わしは断じて許す。ならば十兵衛、参れ。参れ。
はよう参れ、十兵衛。